안녕하세요. 22입니다. ということで、これね、ちょっと今もう、朝起きて、もう帰ろうかなって、この、ね、6時、まだ半から分かんないんだけど、もう帰ろうかなと思った、7時半だったわ。帰ろうかなと思った時に、びっくり。これびっくり仰天。ユニバのコラボのやつ、解禁ありがとうございます。ということで、今日は土持ちがね、ちょっともう普通に朝はね、仕事に出かけるということで、いないんですけど、ちょっと僕今日ちょっと今一人でちょっと情報系なのでまあいいかなということで、一人でちょっと情報言っていっていいですか。でユニバ正直ね、大阪今いろいろあって、なんかない、もうなしになるんじゃねみたいな、なしになるんじゃねみたいな、疑惑あるじゃないですか。あったんですよ、僕の中で。延期するんじゃねっていう、なんか普通に始まるっぽいです。普通に始まるっぽいということで、一旦そのね、オリンコンさんからね、ちょっと出てるの動画があるので、それ一回見てていいですか？見てていいですかって。いつもね、土持がいいですよ、みたいなあるんだけど、それがないのがやっぱ寂しいですよね。すいません、一人の動画。しかも一人の動画だけど、これ多分22にあげるので、これちょっと皆さん見てください。ほんと見てください。ということで、見ていく前に、なんかフェスタ、今から流れるよ。楽しみって方、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。じゃあやっていこう。じゃあ全部見せるよ。せーの、ウィニー10、私たちニジュです。この服ね、ユニバーサルスタジオジャパン20周年おめでとうございます。20周年と20かかってると。20周年を記念したイベント、ノーリミットタイムと私たちニジュがコラボレーションすることになりました。それは知っとるよね。ユニバーサルスタジオジャパンとのコラボレーション曲、そう、それも知っとるのよ。なんとパークに行った方だけが聴ける特別な新曲です。フェスタはまさに楽しい。パークに行かなきゃと聴けないの、逆に。え、そういうことなの？え、そういうことなの？これリリースはしないみたいなことなの？これはパークに行かれた方はぜひノーリミットで世界を超えて楽しんでくださいね。言うんかな。皆さんも可愛いキャラクターたちやクルーの皆さんと一緒に私たちの新曲フェスタを踊ってみてくださいね。そうね、踊ってみてください。わかるのよ。ユニバーサルスタジオジャパンと私たちがコラボレーションしたノーリミットタイムを通して、はい、多くの方に元気をお届けしたいです。はい、USJ の20周年を私たち20の皆さんと一緒に楽しく盛り上げていきたいなと思います。俺、はい、行きましょう。ちょっとわかんないけど、20でした。わかんないけどね、今の世の中というか、このコロナの状況的にあんまりいいのかどうかわかんないけど、はい。こっから流れます、フェスタが。20周年のテーマはズバリノーリミット。ノーリミットの脳のジェスチャー、想像を超えた超感動。脳のジェスチャー独特やろ。心も体も解き放ちましょう。そのために必要なのが今から教える。あ、教えてくださるのこれ。まずは右手上、右手上、左手上、プッシュ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 、ウェーブウェーブポーズ、指を差しながら横にジャンプ。反対も。うわ、これ4回あれだな、20からも教わりたいな。もう一度右左プッシュプッシュウェーブで、そんな難しくないよって感じやろうね。聞いてカモン。カモン独特だな。カモンどっこやろ、どちらかというと。カモンでこうあんませんやろうな。ぐるぐる開くは分かりやすい。プッシュプッシュぐるぐる、プッシュプッシュ上ぐるぐる、上ぐるぐる、下ぐるぐる、 L リミッターを振り切って、おお、遠くを刺す。最後はさっきより激しく、ノーリミット。ありがとうございます。限界はないよみたいなことでしょうね。それでは最後、みんなで一緒に音に合わせて、これやばくない？急にこれ流れるんでしょ。聞いていいですか。すいません。いいの？いいの？めっちゃかっこいい曲。もう全然日本語だしね。全然なんかファーストイングリッシュソングとかでもなさそうだしね。だから本当にあれなのかな、本当にこの USJ のためだけに作られた曲みたいな。はい、
もうリリースがないってことさっきのさ、あれノーリミット。ノーリミットダンスなんやろな、これ。エルだもんな。終わりか。はい、ということでこれね、いつから始まるのってことを皆さん気になってると思うんですけど、これオリコンミュージックさんのね、サイトに到着しました。お疲れ様でございます。ということで、これ 20×20 周年 USJ コラボが13日開始、新曲フェスタも踊ってみて、振り付け動画も解禁と。これさっき見た動画かな、多分。で、開業20周年を迎えた、13日からスタート。これ4月の話だよね。4月13日からスタートします。これ13日からスタートするノーリミットタイムはパーク内だけで聴ける20の新曲フェスタが流れると、クルーやエンターテイナーがゲストを巻き込んで一斉に踊り始めるサプライズ感たっぷりなショー。フェスタは楽しい USJ をイメージした歌詞で、楽しさにリミットはない、楽しさはノーリミット、限界はないって意味ですね。ちょっともし英語がわからない方のためにね、限界はないという意味です。つまりもう楽しさはもう無限大ってことですね。これは素晴らしいと思いますよ。で、これがノーリミットタイムが始まる13日からは、人気アトラクションハリウッドドリームザライドの BGM としてフェスタが搭載されることも決定したと。なんかこのアトラクションってなんか最初に5曲ぐらいから1曲選んで、その曲を聴きながらなんかこうジェットコースターをするみたいなやつなんですけど、その1個になるということで、まあ、詳しくはこの動画でねやってると思うんですけど、これすごいね。はい、ということで、これ13日からスタートセットするということで、これもしかしたら20も来るんじゃないのかなと。13日かどうかわかんないんですけど、これなんかその20とかが来る関係でなんかあんまり密にならないように解禁してないと思ってたんですけど、解禁してますね。でもちょっとね、今その大阪まん延防止みたいなやつとかもあって、ちょっと行っていいのかちょっとね、いや、やっぱそのやっぱ20をこう取り上げてる YouTuber として行きたい気持ちもめちゃめちゃあるんですけど、逆に20を取り扱ってる YouTuber だからこそこう軽く言っていいのかもちょっと分かんなくて、ちょっとその線引きというか、これは他の知り合いの YouTuber さんとか、まあ、もちろん土持ちとか、まあ、そこら辺とちょっと相談して、あとはもうその日本のその特に大阪かなのあれの状況もコロナの状況も加味してちょっと考えていくか行かないか決めようかなと思ってるので、まあ、もし僕らが行かなくて他の YouTuber さんが行ったからってその YouTuber さんがなんか悪いとか僕らが偉いとかそういうのではないので、なるほど、個人の判断で個人の裁量で決めることなので、そこでなんか攻めたりするのは違うかなとも思うんです。まあ、誰も攻めてないのでなんか今こういうのもおかしいと思うんですけど、逆に僕らがもし行ってなんかあんま攻め頑張ってその多分行くとしたら、もちろんコロナ対策がすごいしていくので、それはまあ逆にご了承くださいということでお願いしますってことでね、皆さんこの4月13日から始まるこの企画、素晴らしい企画だと思うので、まあ、行く方はね、この会場きちんとして楽しみましょうということでね、今日はこの感じで終わろうかな。ということで最後までご視聴ありがとうございました。